ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はアントニオ猪木、ジャッキー佐藤、ジャパン女子旗揚げ戦で歴史的握手について触れてまいります。全日本女子プロレスのみが君臨する女子プロレス界に風穴を開けることができるか、ジャパン女子プロレス、いよいよ運命の旗揚げです。旗揚げ戦には本田美奈子、少女隊といった人気アイドルもゲストとして出場。しかし最も大きな歓声を集めたのが我らが燃える闘魂アントニオ猪木です。猪木はビューティーペアで一世を風靡したジャッキー佐藤と歴史的な握手を交わしました。ほとんどが新人の試合だったものの、山男鉄の指導もあり、前座からメインまで力のこもった試合が見られました。明るい未来に満ち溢れたジャパン女子ですが、すぐに迷走を始めます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はアントニオ猪木、ジャッキー佐藤、ジャパン女子旗揚げ戦で歴史的握手について触れてまいりました。